はい、それではあと6月の22日、休日ですね。じゃあね、まずはね、このね、支援情報からいろいろ会話を聞いてみたいなと思います。どうしようかな。ドゥドゥ行く？あ、様子が気になるのでやっぱ話を聞いてみた方が、あれ？ちょっと待って。これ話を聞くにはどうすればいいんだ？なんかここが危険じゃないの？え？あ、こういうことか。このような夜更けにどこへ行かれるのです？あ、これはドゥドゥと、ダーリーの会話？書庫へ調べ物に、はい、それが済んだら軽く鍛錬して休め。そうでしたか。ではお供いたしましょう。あ、主人公とクラスの子でお話しするにはその子のところに行けばいいのかな。いや、いい、もう子供じゃない。もしくはあれか、あの前回みたいになんか急に呼び出しされるみたいな、そんな感じかな。ですが殿下、はい、昨日訓練中にお怪我なさったと聞いています。もしまた何かあれば。ただの打ち身だ、すぐに治る。それよりも出る、お前。殿下、何かご不満でも、治せることであればすぐにでも。それだ。は。お前はいつから俺のことを殿下と呼ぶようになった？出会った頃のお前は俺を名前で呼んでいただろう。もともとお友達だったのかな。それはそのフォドラの言葉には不慣れだったために。今思い返せば無礼極まりない振る舞いでした。俺にはあちらの方が好ましいな。王子としての継承で呼ばれるよりも名前で呼ばれる方が気楽でいい。ですが俺に対する礼儀をわきまえさせるために読み書きを教えてやったわけではない。お前を士官学校に通わせたいと言ったのも従者としてではなく友人としてだ。ですが殿下、ご理解ください。俺は殿下の友人ではなく従者なのです、お前と出会って随分経つが、こればかりは埋まらない溝だな。あ、ね、最初は友達だと思ってたけど自分の立場を知った時に変わってしまったのか。まあいい、とにかくお前は先に部屋に戻って休め、ドゥドゥ。なりません、殿下。俺も同行すると言ったはずです、殿下。その過保護ぶりもそのうち何とかしたいところなんだがな。お、ディミトリとドゥドゥの新レベルが新になりました。あ、すぐにはできないのか、私の場合。じゃあ次、女の子みたいな、イングリッドちゃん。みんなと会話できるのかな、これは。お、じゃあアネットと、女の子同士の会話みたい。ね、イングリッド、ちょっといいかな。どうしたのです、アネット。イングリッドは、おしゃれとか、お化粧とか、興味ないの？私などには不要なものかと。清潔であれば十分です。なんで？もったいなさすぎるよ。うん、可愛いし。せっかく素材がいいんだから。そうそう。足も長いし、可愛いし、髪も綺麗だし。あ、ありがとうございます。興味がないわけではないのですが。すみません。私は騎士になりたいのです。それに、おしゃれなどしたところで。騎士になるならなるで、イングリッドには素敵な騎士になってほしいんだよ。私だって、騎士に厚化粧なんて必要ないと思うけど、薄くお化粧するだけでもイングリッドなら十分だと思うの。魅力的でみんなに好かれる素敵な騎士になること間違いなしだよ。はあ、そうでしょうか。まあ少しでいいなら考えてみても。はい、決まりね。なら全部急げだよ。このお化粧道具を進呈します。おお、もらっとけもらっとけ。これは実はこの前もらったんだけど、私はもう持ってるから困ってて。そこまでいろいろ入ってないし、イングリッドにはちょうどいいかなって。私はまだ化粧をするなど一言も言っていないのですが。すっぴんでこのレベルはやばいだろう、イングリッド。絶対可愛いっていうか綺麗になる。使うあてもないし捨てちゃうしか。あ、
この神殿を捨ててしまうのですか？それはいけません、アネット。そう、契約家だしな、イングリッド。わかりました、ありがたく頂戴します。使い方はわからないのですが大丈夫大丈夫、私がお化粧の何たるかを伝授するから。じゃあこれから早速私の部屋に行こう。そうですか、ありがとうございます、よろしくお願いします。しまった、よく乗せられたような。かわいいやん。これなんか支援会話一個ずつ聞きたいけど、あ、しこれさ、支援レベル上がるからさ、全部聞いた方がいいのね。でもさ、これなんか全部聞いちゃうと、もう今回の動画この会話だけになっちゃうからな、ちょっとなんかバランスがね、ちょっとバランスがちょっとどう取ればいいかって感じだけど、あーどうしよう。じゃあ次アネット、アネットどうしようかな。あ、リシティアちゃんとも会話がある。じゃあリシティアちゃん行く。はい、やっぱな、女の子同士の会話は可愛いです ね。リシティア、ちょっと魔法のこと教えてほしいんだけど。なんで私に？なんでって、リシティアの方が私より魔法に詳しいかなって。そうでしょうか。アネットって王都の魔導学院では優等生だったんでしょ？そうだけど、私はもともと特別な才能があったってわけじゃないし、たくさん努力しないとリシティアみたいにかっこよく魔法を使いこなすのは難しいよ。ふんふん、少し引っかかる言い方ね。私は努力の必要がないやば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 いってこと？私が才能に甘えて何も努力してないと思っているなら大間違いですからね。そんなことは言ってないよ。リシティアだっていつも頑張ってるでしょ。私がリシティアに並ぶにはリシティアより努力しなきゃって言いたかったんだよ。うん、それで聞きたいことっていうのは？教えてくれるの？ありがとう。実はここなんだけど。なるほど、すっきりした。そういう風に考えればいいんだね。これだけの説明で理解できるなんてやっぱり優秀じゃないですか。そんなことないよ、リシティアの教え方が上手なの。やっぱりリシティアはすごいよ。私とは物事の理解の仕方が違うっていうか。あんた、まださっきの話を蒸し返したいみたいですね。あ、ごめんごめん、今のなし。私、ひがみっぽかったよね。いいえ、別に気にしてませんけど。ね、リシティアちゃんなんかこう、精一杯背伸びしてる感じが可愛いな。子供扱いされたくなくて。あんた、もっと自分に自信持ってもいいんじゃないですか？あんたってなんでもありません。それじゃあ私は忙しいので。あ、時間取らせてごめんね、教えてくれてありがとう。リシティアちゃんのキャラなんか既視感あるんだよね。なんか似てるキャラクターいなかったっけ、こういうキャラクター。可愛いと思います。さあ次、じゃあちょっとワンキャラずつ見ていくか。どうしようかな、やっぱなんか女の子同士の会話が見たい。いや、イングリッドとメルセデス。よし、今日はこれくらいにしようかしら。訓練お疲れ様、イングリッド。よかったらこれで汗を拭いて。あ、メルセデス、いつからそこに？あ、そのありがとうございますどういたしまして。実はさっきからずっと見ていたのよ。そうだったのですね。すみません、集中していてまるで気づきませんでした。しかしどうしたのです、メルセデス。私など眺めても楽しいことなど。あら、そんなことはないわ。あなたの訓練の様子につい見とれてしまったのよ。かっこよくて憧れちゃうなって。私、体を動かすの得意じゃないから。憧れ、うん、かわいい。この程度大したものではありません。そのメルセデス、私こそあなたに憧れているのです。あ、ないないない、ちょ、私に？
それは嬉しいわね。どうして？そのですね、メルセデスはとても可愛いというか、女性らしいというか、こう青髪の女の子はさ、一番奥ゆかしいのイングリッドだと思うんだけど、この布切れ一つでさえいい香りがするなんてすごい。あ、女子力が高いのね。その香水お気に入りなの。あなたも気に入ってくれたのなら嬉しいわ。布に香水をかけるという発想がある時点で違う世界の女性に見えます。あらあら、今度私の部屋に来てくれたら香水くらい分けてあげるわよ。そうだ、その時にはお茶でも飲みながらいろいろとおしゃべりしましょう。ええ、もちろん、ぜひお邪魔させてください。しかし友人との茶会など私には縁がないと思っていました。あらあら、じゃあこれからは暇を見て開くことにしましょうか。これじゃあムーンさんも誘ってもらえませんかね。そこまで気を使ってもらわなくてもいいのよ。縁がないなんて言っていたらいつまでも縁遠いままでしょ。そうですね。ではお言葉に甘えるとしましょう。あらあら、これさ、支援レベルが上がるとどうなるの？どうなるの？なんかでもいいこと起こるんだろうな、きっとな。じゃあ次はシルバン行くか。シルバン誰とお話しします？そっか、前はディミトリとお話ししたから、あ、リシティアちゃんとも話せるんだ。へえ。あ、でも確かあれ、シルバンとフェリックスがイングリッドの幼馴染なんだっけ。ちょっとイングリッド攻めすっか。じゃあ、どうしたんだイングリッド、ため息なんてついて吹けるぞ。ねえシルバン、私はあなたの何なのかしら。何って、幼馴染だろ。ただの、そうよね、ただの幼馴染よね、うん、それがどうして。ああ、そういうことか。始末を尻拭いして回らなきゃいけないのかしら。母ちゃんだな。そんなこと誰も頼んでないけどな。ま、役割だと思って諦めてくれ。なんとなく昔からこうだし、これからも続くんだろうよ。これからも続くですって？あなた、少しはそこを改める気はないの？おい、バカ、大声出すなよ、お前。みんなこっち見てるぞ。8歳の頃、私のおばあ様を口説こうとしたことがあったのね。あの時は…ストライクゾーンが広すぎるだろう。おい、なんでまた今更そんな話を？まあ、シルバンの好みってそういう…いや、ちょ、待て、周りに聞こえてるぞ、おい。10歳の頃は収穫祭の余興で女装した男性を本気で口説こうとして。シルバンって男まで口説くんだな。まあ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 、まあね、恋愛のね、好みは人それぞれですからね。待て待て、違う、あれは事故、痛ましい事故だったんだ。15歳の頃は確かあのグエンダル教の五足女に手を出そうとしていたわよね。烈火のごとく怒り狂ったグエンダル教になぜか無関係の私が謝りに行ったわ。お母ちゃん、うわ、最低最低。はい、この話は終わり。これ以上はやめてくれイングリッド。やめてほしいのは私の方よ。もう勘弁してちょうだい。わかった、そこは改めるから、ここはどうかどうか穏便に。おお、女好きのレベルをちょっと想像以上やばいですね、シルバンのね。次アッシュ、アッシュどうしよう。男同士のアッシュってさ、なんかさ、誰かと、特定の誰かと仲いいって印象ないんだよな。まあ、困った時のイングリッドかな。あら、アッシュ、あなたも本を読みに来ていたのですね。アッシュ、アッシュ、ああ、イングリッド、いつからここに？ああ、いえ、先ほど来たところです。読書の邪魔をして申し訳ありません。すっかり夢中になっていたようですが、一体何の本を読んでいたのですか？ちょっと古いんですけど、ファーガスの物語で。へえ、一体どんな。ああ、
キーフォンの剣ではありませんか。キーフォンの剣、じゃあ私最初だけキーファの剣って見えた。イングリッド、ドラクエ7ね。知っているも何も、幼い頃から何度となく読んできた本ですよ。繰り返し読んで、紙が擦り切れても絶対に手放さなかった懐かしい本。親友ルーグを王と定め、ルーグじゃないね。忠実に尽くした戦士キーフォンの物語ですよね。そうです、王のためどんな困難をも乗り越えて馳せ参じる姿と言ったら、ええ、理想の騎士そのもので。話が合っとる。一番素敵なところは中盤の、もしかして十字士戦争の場面ですか。あの場面僕も大好きなんですよ。キーフォンの剣は一人でに鞘を離れ、強靭を受け止め王を守った。剣は風のようにうなり、敵の喉を裂く。あら、迫る軍勢は瞬く間に屍の山となったですよね、アッシュ。あ、めっちゃ喜んどるやん、イングリッド。余さず覚えていますよ。ですが何度読もうとも、この物語はいつもみずみずしく素晴らしいですね。はい、すごくわかります。読んでも読んでも飽きないんですよね。古い物語なんかって笑う人もたまにいますけど、僕は好きです。こうして語り合える相手と出会えるなんて。ボイミツガールしちゃったか、これは。ええ、私もまさかあなたとこうして物語の話ができるとは。そうだ、アッシュ、他にも知っている物語はありますか。そうですね、僕が初めて読んだのはルーグと風の乙女で。ああ、あの物語、私も大好きです。私最後の場面でよく涙してしまって。わかります、僕も初めて読んだ時には会話に結末がどうしても頭から離れなくて。やはりあなたとは気が合いそうです。あ、よかったね、イングリッドね。またゆっくりお話しましょう。はい、ニヤニヤしちゃった。楽しみにしてますね。アッシュもイングリッドもそうだけどさ、あのエクシリアのエリーゼもそうなんだけど、テールズの基本的にさ、話し言葉はあの敬語なわけよ、ですますみたいな。いや、なんかさ、あの名前を呼ぶときは呼び捨てっていうね、そういうのいいよね、可愛いって思う。じゃあ次、フェリックスどうしよう。どうせやとちょっと異性の会話見たいんだけど、ということで、あ、でもリシティアとフェリックスの会話とかなんか険悪そうな印象しかないんだけど、ちょっと見てみる。ハモハモ、まあ美味しい、まさに至福のひととき。お食事中だったのかしら。え、フェリックス、なんだこの世の終わりのような顔をして。いつからそこに。私が何をしてたか見てませんよね。見たが。わざわざこんな場所に隠れてこっそり食べていたのに。何食べてたの。何をブツブツ言っている。 いえ、それよりもフェリックス、これを。ああ、何のつもりだ。口止めです。これをあげますから、私がここで食べていたことは内密に。口止め。隠れてお菓子を食べるなんて子供っぽい真似をしていたと知られたくないの。大人でもやるで。菓子を食べるのに。そうそう、大人も子供もあるか。あんたが気にしなくても私は気にするんです。さあ受け取って。断る、甘いものは好かん。ああ、甘いものはダメなんだ、ね、そこまで固くなに口止めを拒むとは。みんなに言いふらす気ですね。言いふらす気ですね。面倒な女だな。俺は菓子などすかん、それだけだ。そんなことはありえません、こんなに美味しいのに。とにかくこれはあんたにあげます。食べようとしてようとあんたの自由。でも受け取った以上、今の件は口外無用に願います。いいですね。いいですね。なんだあいつは。しかしこの菓子、俺にどうしろと。はい、じゃあ次はドゥドゥ。あ、そう、ドゥドゥはあれか、あのダーリンと話したか。じゃあ最後ダーリンと誰か会話させようか。じゃあ困った時のイングリッドかな。お手合わせありがとうございました。
殿下にはまだまだ叶いませんね。謙遜はよせ。お前は稽古の度目に見えて腕を上げている。いえ、腕を誇るのはせめて殿下から一本取れたからにさせてください。あのな、イングリッド、こうして地上で槍を交えれば俺が勝つかもしれないが、馬上での槍の扱いはお前が何枚も上手だ。得意分野でくらい勝たせてくれ。そういうわけには。国のためにも私はもっと強くならねばならないのです。国のためかな。ところでイングリッド、先ほどの月どこで習った？あの技は確かグレンの。はい、あれはずっと昔彼に教わったものです。そうか、まさか今になってあいつの技を再び受けられるとは思わなかった。グレンとは同じ師の下で武芸を学んだ。何度となく手合わせをしたものだ。もちろん知っていますとも。彼は昔からことあるごとに殿下を褒めていましたからね。クレンって誰？出てきたっけ？あいつはすごいやつだとか、俺には永遠に勝てそうにないとか。そんなこと俺には一度も言ってくれなかったぞ。あいつフェリックスの兄だけあって。あ、フェリックスのお兄ちゃんなんだ。へえ、ね、本当にな。手合わせの回数よりも喧嘩をした回数の方が多いかもしれない。ダスカーの悲劇から、グレンが死んでからもう4年か。ダスカーの悲劇、早いものですね。あれから本当に本当にいろいろなことがありました。あの殿下、私も殿下やグレンのように強くなりたいのです。グレンやこれまで死んでいった人々が守ってきた祖国ファーガスのためにも、これからもぜひ稽古にお付き合いいただけませんか？もちろん、お前との稽古は学ぶことも多い。こちらこそよろしく頼む。うん、いいすな、いいすな。よし、じゃあ行くか。ごめんなさい、なんかずーっと会話聞いてた。でも面白いね、なんかやっぱテールズのスキットみたいな感じでね。じゃあちょっと高速で回りましょう。今日であれですね、休日終わらせたいな。ちょっとあのアネットに落とし物を渡しましょうか。じゃあこれがね、アネットの落とし物みたい。それ隠して困ってたんです。どうして私のだって分かったんですか？おー、あ、なやる気上がるのか。へえ、落とし物届けることも大事みたいですね。なんか特になんかできることあんまりないっぽいな。これなんかね、青い吹き出しあると思うんですけど、下にあれがね、会話なのかな、多分。馬の世話ってさ、どの辺だろう。何箇所かに出てますよね。あ、ドゥドゥの様子が気になる。じゃあちょっと行ってみようか。これ何か用か？特に用はないけど。そうか。バイバイか、主人公と生徒の支援会話みたいな感じになるのか。先生、はい、暇を持て余しているなら手伝ってくれ。あ、いいですよ。温室の花に水をやらねばならん。助かる。一つだけ、そこの一角には水をやらないでくれ。あ、わかりました、わかりました。それはダスカーさんの花で乾燥を好む。へえ。水をやりすぎると根が腐ることもある。詳しいんですね。それなりにはな。会話が。お前には改めて礼を言わせてほしい。士官学校に入学した直後の課外活動でも、これまでの戦いでも、お前は何度も殿下を救ってくれた。感謝している。何度も感謝している。大げさと当然のことです。
そうか。先生ですから。まだ何か話か。水を汲んでこよう。話はわた、水汲んでくるね。では、俺はあちらに水をまいてくる。話が弾まない。よし。今食堂に来たんですけど、ちょっとご飯食べるか。今日のメニューは何？バクス漬け、うなぎの串焼き。ディミトリさんがあれだよな。ていうか男子麺があんまりやる気が出てないな。あ、でもちょっと待ってよ。でもご飯食べるのまた後でにしよう。とりあえずこのマップのこう青い部分、まああと1箇所しかないけど、あれであれを見てからにしようかな。わっ、やっちゃった。ここにさ、吹き出しあったんだけどさ、間違って B ボタン押してキャンセルしちゃった。なんかディスティアちゃんっぽかったんだけど、キャー。まあ、また多分なんかできるでしょ。アビスの連中め、日頃から問題ばかり起こしよって、いっそガルグマクの地下を丸ごと相当してしまう方がいいのかもな。ん、怖い話をしてるんだけど。おい、今回あれなんですね、クエストないんですね。ということで、じゃあ行動力消費していきましょうかね。あ、ちょっと、なんかある、なんかなんかある。ミントティー。じゃあまずはご飯を食べよう。ご飯を、今日のメニュー、やる気のね、ない子たちに。オーダーメニュー、今日これだったよね。お、ってことはフェリックスとイングリッドかなね。じゃあフェリックスと、あ、でもイングリッドあれなんだよね、やる気モリモリなんだよね。やる気が地の底についてはこの二人のどっちかにするか。じゃあご飯食べよう。上がってくれるといいけど。ほう、なかなかうまそうだな。俺、修道院に来て初めて気づいたんです。あ、君はあんまり好みじゃなかった。まずいって。あ、でも、あ、よかったよかった。まあでもやる気が上がったから、よし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 。で、じゃああとはどうしようかな。6月29日の今度、これもあれだよね、オンラインにつないでおいか分かるんだよね、やっぱ。今日6月29日じゃない、今日何日、22か、22だから、ご飯に誘う、次、教員研修か。じゃあ、誰かの研修受けようかな。もし次に。じゃあ、教員研修お願いします。式も捨てがたいけど。じゃああげますか。よし、じゃああとはイエリザさんお願いします。教員研修やり、もう少しで上がるんだよね。まあでも剣かな。はい、お、終わった。わー、そうか、なんか最初の方がさ、結構こう散策って結構詰め込みというかさ、全員と話さないとなんか新しい会話がどんどん出ちゃうみたいな、そんな感じなのかなって思ったら、なんかだいぶ散策パートも落ち着いてきた感じですね。よかったよかった。じゃあやり残しは特にないし、クエストもないので終わりにしようかな。いや、なんか青いキラキラあんまり見つけられなかったんだよな。まあいっか。あ、今回はね、支援会話っていうのを結構見たということで、じゃあ終えます。はい、やり残しないよ、大丈夫だよね。今週の指導、はい、じゃあお任せ指導しますか。で、授業開始。先生、ファーガスには、馬上走試合っていうのかな、そこで活躍した騎士は女の子たちの憧れの的ってことで、もっと馬術とそれから槍術を鍛えたいんですけど、
じゃあいいよ。はい。あ、今回なんか呼び止められなかった。一直線やな。うわー、相当生えちゃってるね。これ今日中に終わるかな。そうね。まあなんとかなるわよ。終わらなかったら仕方ないってことで。メイチェったら相変わらずなんだから。とにかくやりますか。うんうん、いい結果が出せたね。えらい。あんだって頑張ってたわよ。お、パーフェクト。わーい。クイーン、クイーン。上達してきたみたい。お、ボルガノン。魔法いろいろ覚えますね。ということで、じゃあまた休日になったんですけども、じゃあ今回はここまでにしようと思います。なんか講習が一番多いね。でも出撃も多い。へー。ということで、お疲れ様でした。